11月、12月からが勝負。はい、こんにちは、レトスの小野です。今回なんですけども、この11月、12月から勉強を始めることによって合格するのがすごく楽になるんだよということをお伝えします。ですね、まだ11月、12月っていうのは勉強を始めてない人がやっぱ多いんですよ。まあ、試験が終わって、まだ試験まで残り11ヶ月もあるわけです。多くのサイト見ると半年ぐらいで合格できるとか書いてある。まだ勉強しなくても大丈夫だろう。まあ、そう思われている方も非常に多いんですね。ただ実際はそうじゃないんですよ。試験半年前から勉強して合格できる人っていうのは、合格者が 15% ですよね。大体、宅建試験の合格率が。その中でも本当に、その試験半年前から勉強して合格する方って、その中のもっと一部なんですよ。この合格している方っていうのは、今の時期からやっぱり勉強している方がやっぱ多いんですね。で、ちょっとこちら見ていただきたいんですけども、こちらの図ですね。まあ、横軸が時間です。縦軸が私に対する質問の量です。この質問っていうのは、弊社の個別指導の受講者さん以外のメルマガの読者さん、LINE の読者さん、ホームページの読者さんからの、まあ、無料のね、質問です。これ見ていただくと、これ試験日です。試験日に近づくにつれてどん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 多くなっていってるんですね。で、今の時期が一番少ないんですよ。ほとんどね、質問ないんです。で、これを見てみたらわかる通り、今の時期ってあまり勉強開始してる人っていないんですね。あまりいないです。いわゆる本格的な勉強ですよ。本格的に勉強してる方っていないです。まあ、弊社のね、メルマガ見てる方、本日の3問ぐらい解くっていうのはあるかもしれないんですけども、まあ、これはね、勉強してるんであまり入らないんで、ちゃんと本格的に、それ以外にもちゃんと自分で計画立てて勉強するっていう方はほとんどいない時期なんですよ。ほとんどいない時期。で、ここからどん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 増えてくるわけなんですね。で、ちょっと今から、じゃあ試験日までを換算する、約11ヶ月ぐらいあるわけです。一方、4月くらいからだと、約5ヶ月半ぐらいあるんですね。まだね、4月前からでも、1日の勉強量を増やしたらいけるんじゃないのかって、まあ思うわけですよ。今からもしね、1日1時間勉強しました。っていうのと、4月から1日2時間勉強しました。これね、時間的に言うと、合計の勉強時間は一緒なんですよね。ほぼ一緒。でも、重要なことっていうのは勉強時間ではないんですよ。集中して勉強した時間なんですね。集中していない勉強時間って勉強していないのとほぼ等しいんです。集中して勉強するっていうことが重要なんですよ。といったときに2時間集中して勉強できますかって話なんですよ。好きな映画見ます。好きなドラマ見ます。好きなゲームしてます。好きなことしてる。その時って2時間はね、すぐ過ぎちゃうんですよ。でも、好きじゃない勉強。2時間ほんと苦痛ですよ。私もできないです。2時間ぶっ続けでやるのは。つまりね、この2時間っていうのは好きじゃないことやってるわけなんで、ほとんど集中できてないんですよ。となってくると、単なる時間で言ったらね、同じかもしれないけれども、この4月から勉強し始めた人の方が、同じ勉強時間やったとしても、効率が悪い。つまり結果に結びついてこない。っていう話なんですね。で、しかも、大体皆さんね、忙しいんですよ。その中で2時間作るってなってくると、体調も悪くなってきたりするわけですよ。寝る時間を削るとかね。ストレスになってくるとか、まあ別の要因ができてきて、さらに効率が落ちるわけなんです。だから結果として、こっから合格するっていうのはなかなか難しいわけです。つまりもうこの時点でもう勝負が決まってるんですよ。ってことは、それまでの間にどれだけちゃんとね、基礎的なことをできるかとかにかかってくるわけなんですよ。だからこそ今からね、今すぐこの動画を見ていただいたあなたは、他の人とは違うわけなんですね。他の人はこの動画見ていない。ってことは、まだね、大丈夫だって安心してるんですよ。その間に亀のようにコツコツ進んでいくというところがね、やっぱ合格の秘訣なんですよね。勉強を始めてすぐ結果が出るってことってないんですよ。
やっぱり初めっていうのは勉強の仕方もちゃんと確立してないし、もう一回落ちた方であれば、その勉強を続けたとしても、なかなかまたね、合格、同じような勉強の仕方をして合格するってことはなかなか難しいんで、勉強の仕方を変えないといけない。そうすると、その変えるための勉強もしないといけないわけですよね。どうしたら合格できるんだろう。それを考え、日々考えながら勉強しなきゃいけないから、課題がやっぱ多いわけですよ。単に問題解いて、テキスト見て、それを丸暗記して合格できる、じゃないんで、今であればまだその時間ってあるじゃないですか。いろいろ考えて、あ、この勉強の仕方だったらダメだな、あ、こういった勉強の仕方したらいいんじゃないのかなって考える時間もありますよね。だからこそ今からなんですよ。こっからやり始めて、こっからね、4月から始めるってなって、じゃあ勉強の仕方から勉強しようってなってもこれできないんですよ。理解学習ってどうやったらいいんだろう。そっから始まったらこれもうね、間に合わないわけですよ。だからこそもう今なんですよ。他の人がまだやっていない、他の人はまだ大丈夫だって安心している、その間にあなたは勉強を開始して、人よりも早くね、人がスタートする時にはもうある程度先に進んでいるって状況を作っておかないと、合格者のこの 15% に入ってくるっていうのは難しいです。なんでね、ぜひですね、今すぐ勉強を開始しましょう。効率的な勉強をして短期間で無駄なく楽に合格したいあなたへ、レトスは個別指導を行っております。ぜひ今すぐ下の概要欄から詳細をご覧ください。またチャンネル登録や毎日3問過去問を分かりやすく解説したメルマガも下から無料でご登録いただけます。試験勉強に役立てて次の試験で絶対宅建合格しましょう。